こんにちは、なあです。私は消しゴムハンコ作家として活動し、ハンコ活動を楽しむ動画を作成しています。本日の動画はハンコを使って丸カードをアレンジしようになります。よろしくお願いします。こちらセリアで購入をしてきました。まん丸ミニカード20枚入りということで、こんな感じで販売をされていました。私は他の動画でもよく丸いタグを作っているのですが、その時にはサークルカッターを使って丸く紙をカットしています。サークルカッターを使うとこんな感じで丸く切ることができます。でもたくさん切るのが大変という時や、サークルカッター持ってないという方にはこんな感じで最初から丸く販売されているものっていうのはすごく便利かなと思いましたので、今回こちらを使ってハンコのアレンジをいろいろとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらのカード結構大きめな感じで、直径は7センチになっています。紙の素材としては少しボコボコとした質感がある感じで、厚み的にはハンコは透けないかなというくらいの厚みがあります。20枚入っているということなので、いろいろ楽しく使えそうな気がします。ではまずは1枚目アレンジしていきます。まず最初に押すのがこちら、ガラスペンを持っているくまちゃんのスタンプになります。結構紙がボコボコしているので、インクが綺麗につくかなってちょっと心配なんですが、若干黒塗りの部分は少しボコボコとしてるので綺麗には押せなかったです。でもまあ質感を楽しんでこんな感じになっても可愛いかなと思います。 For you の文字を押します。線のものは綺麗に押せてますね。私の押す力が悪いのかな。ちょっともう一枚試しに、ちょっとこの辺強めに押してみようと思います。お、今度はさっきよりもいいかも。押すときは少し力をかけて押すとより綺麗に押せるみたいです。ではこちら、アートニックのオールドローズでさくらんぼガーランドのスタンプを押します。真ん中にもこもこ羊のありがとうございますスタンプを押します。はい、こんな感じになりました。3つ目はフォーユーのくまさんのハンコを押していきます。ちょっとこれかすれが気になるので、シャーペンで少しかすれた部分を補います。あんまりがっつり塗ってしまうと目立ってしまったりするので、優しい力でちょっぴり重ねるぐらいな感じで塗ってみてください。これもちょっと薄いので塗ってみます。はい、こんな感じになりました。さっきよりは気にならなくなったかなっていう気はします。ではこちらの2種類はこちらの水彩色鉛筆、私はステッドラーのカラトアクエル24色を使用して、もう一つは先日購入したこちらのハイカブリ姫のインクを使ってアレンジします。水彩色鉛筆はパッと見た感じ普通の色鉛筆なんですが、後で水筆を使ってぼかすことによって水彩みたいな可愛い雰囲気になるので、とっても便利です。めちゃくちゃ可愛くて私もたくさん使ってます。こんな感じでちょっと簡単に丸を描いてみました。この水彩色鉛筆塗る時の濃さとかによっても色の雰囲気が変わるので、私は結構薄めに塗るのが好きです。ちょっとこちらは縁からふわふわとした模様にしてみようと思います。
こんな感じで塗り終わりました。筆先に水をつけてます。これでぼかしていくんですが、先に黄色からやってきます。色鉛筆で描いた部分を上からこんな感じで水がついた筆でなぞると、色鉛筆が先ほど描いたのが溶けて水彩のような雰囲気になります。結構これ濃く塗ったわけじゃないんですが、黄色みがすごく強くなって、私もうちょっと薄いの想像してたんですけど結構濃くなっちゃった。ちょっと水多めに塗ってみます。で、黄色がぼかし終わったので、次ピンク色をぼかします。これは結構理想的な色になりました。ピンク色が淡くて可愛い感じに仕上がってます。はい、こんな感じになりました。ちょっと黄色を濃く塗りすぎちゃった感じがするんですが、まあ可愛いかなと思います。結構水を含ませすぎると横から見ると少しわかるんですが、シワっとなってしまうので、あんまり水つけすぎるのは気をつけた方がいいなと思いました。裏写りはしてないですね。では次はこちらを色付けしていきます。はい、ということでこんな感じで4パターン、ちょっとこれは失敗したんで抹消ということで4パターンできました。こんな感じで丸いカードを使ったら簡単に作れるかなと思います。裏側にメッセージを書いたりしてもいいし、穴を開けてリボンを通したりしても可愛いかなと思います。よかったら皆さんもチャレンジしてみてください。私もちょっとインクの使い方まだまだ下手っぴだなって思ったので、もっと練習しようと思います。ということで今日はハンコを使った丸カードアレンジでした。このチャンネルなーちゃんこぶではハンコ活動を楽しむ動画をお届けしています。また私の使用しているハンコはミンネやベースで販売を行っています。興味のある方は概要欄からチェックしてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。めちゃくちゃにじんでる。しっかり乾かしてからしないとダメですね。もっと修行します。